囲碁の女流騎士とは、女性のプロ騎士のこと。女流騎士は、男性の騎士と同様に、男女混合の一般棋戦に参加すると同時に、女流しか参加できない、女流棋戦に参加することができる。日本の囲碁界において、女流棋士とは、性別が女性の騎士を指す用語であり、ほとんどの棋戦において、男性の騎士と同じ扱いを受けるほか、商談の規定も男性の棋士と同じである。 一方で、女流騎士のみが出場できる女流騎戦も2019年現在5騎戦存在する。なお、将棋の女流棋士は女流棋士固有の制度のもと活動しており、囲碁界とは事情が異なる。棋士の出場騎戦には原則として出場権が与えられず、女流棋士のみが出場できる女流棋戦が存在するほか、団球くらいの制度も棋士とは異なる。囲碁界では、 女性の騎士を騎士と呼んでも何ら問題はないが、将棋界では騎士と女流騎士は異なる制度であるため、女流騎士のことを騎士というのは正確でない。2019年現在の制度について記載する。日本棋員の騎士採用試験では、正騎士の採用枠が毎年度5名ある一方で、女流特別採用騎士の採用枠が1名ある。女性であっても、 性別の関係ない一般採用枠でも受験することができ、日本棋院では2019年現在、宮崎島子、桑原陽子、加藤恵子、シャイアキラの4名が一般採用枠で入団している。2018年度からは女流棋士の採用枠を緩和する目的で女流特別採用推薦棋士の制度が制定された。女性による総当たりの試験を勝ち抜いた者が、 騎士になれる女流特別採用騎士の試験とは異なり、陰性研修などで所定の優秀な成績を収め、陰性師範の推薦があったものが採用される。2018年度には国際棋戦での活躍などが職望される、原則として小学生を対象とした英才特別採用推薦騎士も制定されている。女流特別採用騎士や女流特別採用推薦騎士、 英才特別採用推薦騎士は、正騎士と同じように棋戦に出場することができるが、騎士給与の支給や対局量で、正騎士とは差がある。ただし、女流特別採用騎士は3段以上、女流特別採用推薦騎士は4段以上、女流の英才特別採用推薦騎士は5段以上に、商談すると資格が正騎士に変更され、他の騎士と同等の処遇を受けられるようになる。 聖騎士になるまでは、席次は、同じ単位の聖騎士の会とされる。関西棋院の騎士採用試験でも、定員は示されていないものの日本棋院の女流特別採用騎士と同じような制度があるほか、外来騎士採用試験での優遇がある。平安時代には、囲碁は、女性のたしなみとされており、枕の奏子など古典文学にも、豪打つ女性の姿が描写されている。 しかし鎌倉岐以降以後は男性の楽しむものという傾向が強くなる。江戸期には太夫などがたしなむ程度であったが、家元制度の整備とともに18世紀後半に初段に進んだ横関保、安一特選地の娘で3段まで進んだ安入りなどが現れる。幕末に表された第二本以後生命録には2段野口松、豊田玄など7名が記されている。 林や文家の林佐野は16歳で入団、その後4段まで進み、明治5回でも放園者設立に関わるなど活躍した。林佐野の養子である、北文子は6段に進み、日本基因設立に大きな役割を果たした。北は、鈴木秀子杉内久子伊藤智恵など多くの弟子を育てた。杉内は1942年に入団し、2019年に、 女流規制戦本戦入りを果たすなど、息の長い活躍を続けている。また、増スブチタも長きにわたって、第一戦にあったほか、坂田坂尾など優れた門弟を育成している。1952年、初の女流タイトル戦である、女流選手権が設立される。ここでは、杉内久子、本田幸子、楠木光子の本田三姉妹や伊藤ともえ、小林玲子らが活躍した。 伊藤は、淡路修造などの弟子を育てたほか、囲碁普及にも大きな貢献をしている。1970年代からは、小川聖子、小林千歳らが活躍し、女流棋戦の数も増加した。平成以降ではこれらのタイトルを、青木菊代、小林泉、加藤恵子、梅沢ゆかり、シャヤキラ、万波かな、八代久美子、鈴木歩美ら多数の騎士で争う。 戦国時代に入った。ところが、2006年に、当時17歳11ヶ月の社が、女流最強戦を制し、最年少女流棋戦優勝記録を更新すると、2008年には、女流名人、女流本因坊を制した。2010年には、女流棋聖3連覇中の梅沢を下し、史上初となる女流、本因坊、女流名人、女流棋聖の三冠独占を達成。 2011年も三冠を維持するなど、社は2006年から2015年までの10年間で21の女流タイトルを獲得し、さらに2016年には新設された女流立屋を位配、奥義協杯を含む女流五冠を独占する活躍を見捨てた。しかし、2014年に当時15歳9ヶ月で合図中央病院運杯を制し、社の記録を更新した。 藤沢里奈も力をつけ、2016年から2017年に、かけ、社の獲得していたタイトルから4冠を奪取。2018年も藤沢は3冠を獲得している。また2019年は、上野愛咲希美が、竜星戦準優勝、藤沢里奈が天元戦本戦で勝利、また史上最年少10歳でプロ入りを果たした中村すみれが、 年間17勝7敗の高成績を上げるなど、女流騎士飛躍の年となった。生まれた時代ごとに記載する。明治昭和戦前戦後平成アジアヨーロッパ、日本棋院による2000年から2007年6月までの集計では、女流騎士の対談性騎士の勝率は、概ね3割台前半で推移しており、この期間の勝率は、339である。これは、 将棋の女流棋士の大棋士勝率よりも高い。2007年6月時点で男性棋士に勝ち越している女流棋士には吉原ゆかり、小林泉、青木きくよがいる。2019年現在、日本の女流棋士が7大タイトルの獲得や7大タイトルへの挑戦、女流棋戦を除く公式棋戦での優勝、3大リーグ入りを果たしたことはない。しかしながら、 前棋士に出場資格のある棋戦においては、上の合崎ざき日の準優勝を筆頭に、下記のような実績がある。また、若手棋戦では、下記のような優勝や、準優勝の実績がある。ありがとうございます。